ビッグバース。こんにちは、ビッグバース、ビッグバースですよ。ビッグバース。そうです。お、今日ビッグバース。いいね。お、なんか明るいですね。いや、6連勝だね。すごいですよ。いや、それもソフトバンク、はい、楽天に勝っての6連勝だからさ。首位の。首位と2位だよ。いいですからね。で、楽天落ちちゃったもん。それによって、うん、3位ぐらいに落ちちゃったな、はい、うん、で差は詰めてきてますからね、まあ、6ゲームだな、まだな、はい、うん、6ゲームあるけども、はい、やっぱりこう野球を見てて楽しいぜ。お、やっぱり勝ってるこの6ゲーム、やっぱね、仕掛けるもん。俺たちは弱いチームなんだって、うん、強いチームと同じような戦い方できないんだから、お前たち緊張感持ってやれよみたいな、はい、そういうメッセージがもう浸透してきてるよ。じゃあこれ6連勝の前までとこの6連勝のゲームっていうのは何か明らかに違ってきてるんですか？6連勝の前っていう、まあ6連勝のその前の前だな、うん、前の前は別に勝たなくてもいいって、はい、でも選手が躍動してくれたらいいって、役割を分かってくれればいいっていう、そういう戦い方してたけども、はい、ここ最近お前たちがやらなきゃもうダメなんだよっていう、うん、メッセージに変わってきてる。うん、だからもともとピッチャーっていうのは上沢がいて、はい、伊藤がいて、はい、で杉浦がいて、はい、加藤がいて、でまたポンセが外国人が良くてみたいな、はい、だから先発陣はある程度揃ってきてるし、そういう人たちがしっかりした投球をしてくれたら絶対勝負になるんだよ、うん、野球ってね。ただ中継ぎ以降これに苦しんでた。だけど、まあ、北山まだ早いなっていうことで抑えはね、はい、まあ、セットアッパーにしたりだとか少し前にしたよね、はい、で抑えを今堀っていう左ピッチャーにしてるんだけども、だからここら辺もハマりつつあるよね。だからピッチャーはそういうことで足りないけども落ち着いてきてるということ。お、ちょっと見え始めてるってことですね、形が。そうそうそう、はい、そうそう。でキャッチャー、はい、宇佐美が主戦で2番手に石川とか、はい、そういうキャッチャーを持ってきてるって、うん、で宇佐美なんかもうバリー、お前はバリーボンズだなんて調子こいてやったらホームラン打っちゃってさすごいですね。いやだからまあそういう扱い方もできてる、はい、でまあファースト清宮はい、がある程度固定になってきてるよね、はい、でセカンド石井、はい、ね、でサード野村、うん、ショート上川端、はい、でレフトにコンちゃん、はい、センター松本、うん、でライトに浅間だとか、はい、まあ、いろんな選手を使ってるんだけど、そこはこうなってくると戦えるよね、うん、固定し始めてきてるっていうことが大きいってことですか？そうそうそう、だから後半は固定をして戦うっていうふうに言ってるけど、はい、これは来年に向けていつ俺するのかなと思ってたんだけど、固定を、はい、うん、まあ、オールスター明け後半戦にするっていうから、これは来年に向けて加速していくよ。お、じゃあここからやっぱり成績も伴ってくるってことですよね。こういう成績に伴うも何も6連勝してるわけでしょ、うん、この6連勝がもう面白いのがさ、はい、日本ハムが1、3塁を作るとさ、もう相手はそわそわし始めるな何かやるんじゃないですか、何か仕掛けると思ってさ、だからそうなんです、心理的にじゃあ結局どっちなんだってなる。いやいや、もうダブルスチールはあるし、まあ、単独ももちろんあるし、エンドランはあるしみたいな、はい、でランナー進んだら、ね、ツーランスクイズあるしみたいな、はい、まあ、宇佐美なんかは1回1、3塁からスクイズやってファールになって、はい、フルカウントからスクイズだからな、しびれるぞお前フルカウントでスクイズってね、いやあれポンと仮に上げてゲッツー食らったら流れが変わるからね、はい、でその前の試合なんかさ、1、3塁で盗塁したら小深田がタッチができないんだよ、サードランナーがうろうろするから、あーそうかホームに投げて完全にアウトのタイミングだけど、はい、もうセーフにしちゃって、でそれを仕掛けてきてるからですよね。 その後木村がホームランで、ほらね、だから俺なぜ気持ちいいのかっていうのは、強いチームは王道でいいんだよ、奇襲なんていらないんだよ、王道で戦えるんだよ、そのまま戦っておけば自然に勝つというね、はい、弱いチームは何をすればいいかっていうと、やっぱこう相手を欺く、はい、奇襲とかそういうことがやっぱ大切なんだけども、それを楽しんでビッグボスはやるじゃない、はい、それはやっぱり見ててね痛快だわ。そうですよね、うん、強いチームに勝っていくっていう、そこがまた、うん、だからその一塁三塁を作って気を使わせといて、それで仕掛けて有利なチャンスを広げて、そこからのホームランって、もう相手はねやっぱり嫌だと思うよ、日本ハムってやるときは、
何してくるかわからないっていうのが予想がつかないから、はい、もうそれがやっぱ勝負だからさ、はい、非常にいいね、ここに来て。そうですよね。 あと日本ハム以外のチームはもう最初から結構、まあ、当たり前ですけどスタメンで固定でやってるので、なかなか若手の選手にチャンスってないじゃないですか、うんうん、でもここまで日本ハムの選手ってほとんどまんべんなくじゅんぐり出られてて、まあ、チャンスを与えたよね。そうですね。チャンスを与えてやっぱ分かったことがある、ね、これは選手の力量だとか、はい、使えばものになるとか、うん、そういうもので後半から固定に入るっていうんだけどもさ、うん、これはやっぱ楽しみだね、これから、ね、日本ハムは。ただそうなってくると今名前上がらなかった例えば今川選手とか万波選手、うん、このあたり後半ってどうなってくるんですか。だからね、ビッグボスはそれなりに万波にはどんな形でも両手で振れって言ってるんだよね、うん、でもそれができないでしょ、はい、できない。でファームでは打ってるんだよ、でも上げない、うん、でもそれができるまでもう上げないよ多分ビッグボスは。そんなにね甘くはない、あの男はやっぱちゃんと見てるよ、うん、で清宮はまあ不甲斐ない三振もあるけども、はい、彼はそれなりの魅力が持ってるよね。あの低めのね、はい、あんな札幌ドームであんなとこまで飛ばせないよ普通のバッター。やっぱりそうですね、だから魅力はあるんだよ、うん、だからその魅力にプラスちょっとずつの成長を感じるから、だからやっぱ置いてるんだと思うよ。あと今川選手はどうですか後半戦。だ今川もう波が激しいというね、うん、まあそういうところがあって、はい、やっぱ少し、まあ、右方向に打つとかいろいろやっぱこうシチュエーションでものを考えなきゃいけない。だからまああの子は引っ張る専門だと思うんだけども、だからそれを少しこう形を変えたいんじゃないのビッグボスは。あ、だから今は調整っていうかそういう練習みたいな時間に置いてるってことですか、まあ、そうだね、うん、だからビッグボスがこう喜んだりとかいろいろしてるけども、はい、でもしっかりしたものは見てるよね、うんうん、できないものに対しては、はい、まあこう言ってるよねしっかりね、うん、教育をしてるというか。だからここに来てやっぱ日本ハムの形が見え出して少し俺はホッとしてるけどね。あ、まあ、OB としても。いやだってよ形が全く見えないんだよビッグボス。そうでしたね最初はね最初は、うん、だけどその公式戦を使いながら、これはファンにとって辛い時期だったかもわからないけども、うん、これからは勝負していくと思うよある程度、まあ、そうですね。優勝ないにしてもない、まあ、優勝は目指さないってもう断言してるからさ、うん、今年はね、はい、でも形が見え出した時にどのぐらいの数字が残るか、うん、だから日本ハムのファンの方とか、はい、プロ野球ファンは前半戦はもうとりあえず置いといて、うん、オールスター明けに、オールスター明けから最後まで何勝何敗でいくかっていうのを楽しみにしといたら、あ、来年が見えてくるよ。そうですね、今年前半はね完全に捨てゲームとか作ってるから、はい、若手にチャンスを上げるために、うん、まあ言えばオープン戦みたいなことをずっとやってきてるわけだから、はい、でもそれでもう力量が分かった、うん、後半戦、はい、オールスターが始まりました、うん、終わりました、何勝何敗ですかっていうのを見ると、うん、これ来年が見えてくる、これは楽しみだわ。あとこれ後半戦になってきて、例えば、クライマックスシリーズの3位までに入らなきゃいけないチーム、あと優勝しなきゃいけないチームは、まあ、当たり前です必ず日本ハムと当たるじゃないですか。まあ嫌だよ、ね、取りこぼしとかもうとりあえず一三塁は作るなんてもう遅くですよね一三塁禁止だよ本当に、まあ、各5球団がそう思いますよね。でもね球界の中で、はい、やっぱビッグボスが出てきて増えたサインが一つだけあるんだよ、はい、各球団がやりだしたことがエンドランが増えたんだよ。パリーグ、パリーグもセリーグ も、エンドランがやたら増えたよ。やっぱりそれビッグボスもの影響だと思う。やっぱり仕掛けないとダメだっていうことが分かってるし、分かってきてるし、投高打低の時に、うん、やっぱ動かして点を取らないと点が取れないっていうのが分かりだしてきてる、はい、だからこれはねビッグボス効果だと思う。すごいですね。だからもうソフトバンクとやった時かな、ビッグボスがエンドラン出したらもうソフトバンクも出すみたいな、うん、もうミラーゲームのような試合があったんだけど、はい、やっぱりねそれまでこう度胸がなかったというかさ、やっぱ思い切ってやって失敗してるんだったらもうしょうがないやって、うん、思える人が少なかったな今まではね、うん、だから成功法成功法でやっていってたから、もう打つのをじっと待つだけっていうようなチームがあったんだけども、はい、最近は仕掛けるから、まあ、打てないっていうこともあるけどもね、はい、だから非常に面白いし、やっぱ盗塁もバンバン生かすよね。そうですよね、走ってきますもんね。もうすごいよ、もうね、だから本当にね楽しい野球を見せてもらってる。いや、そ
そうですね。あ、それでもう固定に入るっていうふうに宣言して、よく頑張ったね、この半年間。いや、そうですね。いやいや、やっぱりいろんな批判もあったと思うよ、はい、何やってんだとか、どうのこうのとか。でもここに来て固定に入るって、さらに期待感が増すね。いや、断然ここからの後半戦のやっぱり大注目チームっていうと日本ハムになってきますね。あのね、最近ではね、もう日本ハムが勝ったか負けたかっていうのを調べるもんね、すぐで、気になって誰が打ってるとか、どういうメンバーで戦ったとか。あ、確かにスタメンとか調べますよね。でもう時間がある時にはもうチャンネル回して見ちゃうもんね。それはやっぱりビッグボスがの効果というか、うん、だから野球が楽しいからさ、うんうん、で動きもあるし、はい、ただじーっと我慢して打つのを待ってるだけじゃなくて、うん、やっぱ打てなかったら動かすからさ、いろいろ。で、昨日でも若手使って1打席目の三振見て、はい、ダメだと思ったら、うん、浅間代打だよ、はい、でそれがヒット打って1、3塁だから、1、3塁だみたいな。またそうそうそう、ね、いやだからそういうことも平気でやるしさ、うん、で選手に遠慮しない、使い方に、はい、うん、だから非常に見てて気持ちがいいよ。そうですね、うん、いや、ここからね、本当豊さん言ってたように後半戦一体何勝何敗で日本ハムが行くのか、もう、うん、動画でカウントしていきたいねぐらいだよ、まあ、1メーターじゃないですけど、本当にそうですね。いやいや、本当楽しみだと思うよですね。まあ、それはガンちゃんがやればいいけどね。確かに、はい